長なり平野志陽大なりキンプリ時代のメンバーから自作イラスト公開にファン騒然合流のにおわせ再終結日本のアイドルグループキングプリンスの元メンバーである平野紫耀さんが自身のインスタグラムを更新し自作のイラストをファンに公開しましたこの投稿によりファンの間で様々な期待と噂が広がっています 平野さんは投稿の中で前にどこかで話したことあったと思うけど、タブレットで絵を描く暇つぶしにはまっております平野仕様です。夏っぽいものを描きたいなと思ってなんか人魚思いついたから描いてた、とコメントし、人魚の後ろ姿のイラスト3点を披露しました。 シンク、ターコーイズブルー、紫の背景色を使い人魚の右肩には三日月のタトゥーのようなものが描かれていました。この投稿が注目された理由は、ヒラノさんのイラストの背景色に対するファンの熱狂的な反応によるものです。キングプリンス時代、ヒラノさんのメンバーカラーはシンク、神宮寺ゆうたさんはターコーイズブルー、岸ゆうたさんは紫でした。 このため、平野さんが投稿した、シンク、ターコイズブルー、紫の色合いが、岸さんのカラーに合致していることから、ファンは、岸くん合流の匂わせじゃん。最終決疑問符などの予想と期待を募らせています。ファンからは、興奮と不安が入り混じった声が上がっています。触れていいのか、な。この色のチョイスは、そういうことでいいのかな。 と心配するファンもいれば、平野さん、宮司さん、神宮寺さん、岸くんからと岸さんのカラーへの期待を表す声もあります。また、三日月はこれから大きく成長する様子から、成功や発展を意味するそうです。との解釈から、平野さんのイラストに込められた意味を考察するファンも、平野さんの心の美しさが色使いに現れていると感じるファンもいます。 平野紫耀さんは、キングプリンスへの一員として活躍し、多くのファンに愛されてきました。グループの活動休止以来、メンバーそれぞれが個々の道を歩んでいますが、ファンの心にはいつもグループへの思いが残っていました。ファンたちは、このイラスト投稿をきっかけに、再びキングプリンスが集結するのではないかと期待を膨らませています。 ただし、具体的な合流の可能性については何も発表されていないため、ファンの予想はあくまで妄想の域を出ません。平野さんの自作イラストには、彼の芸術的な才能とセンスが光っています。彼が描く絵は、ファンの心に深い感動と共鳴を呼び起こしています。 一つのイラストがこんなにもファンを沸かせるとは、平野さんの魅力がいかに特別であるかを物語っています。平野紫耀さんは音楽活動だけでなく、俳優としての演技力でも高い評価を受けています。彼の作品は常に観客の心に残り、多くの人々に感動を与えてきました。そんな彼の自作イラストが、ファンの心に新たな感動をもたらしているのです。 彼のこれからの活動についてもファンは注目しており、新たな音楽や演技、そしてイラスト作品に期待が高まっています。平野潮さんの才能に触れるたびに、ファンたちは彼の魅力にどっぷりと魅了されてしまうのです。キングプリンスへのファンであるだけでなく、平野潮さん自体に魅了される人々が増えていることも、彼の人気がいかに高いかを物語っています。 彼の個性的で魅力的なパフォーマンスや独自のセンスを感じさせる表現力は多くの人々に愛される要素となっているのです。平野紫洋さんのこれからの活動に期待が高まる一方で彼の過去の活動を振り返るファンも少なくありません。キングプリンス時代の活動やグループとしての思い出が彼を応援するファンたちにとっては宝物となっています。 彼のインスタグラムには、そのようなグループ活動時代の貴重な写真や思い出が数多く残されています。ファンはこれらの写真を振り返り、彼が歩んできた道に思いを馳せるのです。一方で、平野志耀さんは今や個人としても輝かしい活動を展開しています。俳優としての出演作品は数多く、その演技力の高さには定評があります。 彼の演じる役柄には、彼自身の魅力が反映されているように感じる人が少なくありません。音楽活動においても、彼の歌声は多くの人々の心を打ち震わせています。その歌声には、彼自身の思いや情熱が込められていることが伝わってきます。彼の音楽は、ただ聴くだけでなく、心に響くものばかりです。そして、彼のアート作品も、また、 ファンを魅了してやみません。平野志耀さんの自作イラストは彼の感性や想像力を垣間見ることができる貴重なものとなっています。平野志耀さんはただのアイドルではなく多くの人々にとって心の支えとなる存在です。彼の表現する美しい世界観は人々の心に希望や感動を与えてくれるのです。 ファンたちは彼のこれからの活躍に期待し応援し続けるでしょう。彼の個性的で魅力的な才能は今後もさらなる飛躍を遂げることでしょう。平野志耀さんの輝きはまだまだこれからも続くのです。